2019年の2月の28日、2月最後の日ですね。木曜日。今日は12時50分です。よろしくお願いします。ミスケ、おはよう。相棒、おはよう。おはよう。おはよう。結構跳ね抜けたね。ねえ、楽しみだね。とりあえずなんか脱がされるかもしれないから体毛剃ろう。よくよく考えたら想定してなかった。いや、買ってない。今から買い行く。
ネクタイ、シャツ、うん、で、よくよく考えたら俺も脱がされる可能性もうなきにしてもあらずだから、今からちょっと無駄毛を剃るね。決してワンチャンあるとかそういうやましい気持ちじゃないからね、うん、いや、液買ってないもん。3月だな、ブルー和道は。いや、それがね、この前のさ、あの和道ズブードキャンプでね、あの電極買ってたじゃん、アブトロニックみたいな。で、あの全部剃っちゃったの。だから今ねなんかね、中途半端なんだよね。なんか針千本みたいになってるからセクシーでもなんでもないよね、うん、ツンツンってこう全身の毛がそうだね。ダサい、ダサい別に全部ダサいけど、うん、だってあれだもんね、あの写真の先生に言われたよ。あの和道さん、そんなに現代社会で何からそんなに身を守ってるんですか。あの体毛ってあの外敵から身を守るために生えてるんですけど、和道さんの体は一体何に怯えてるんですか。生えすぎでしょって言って笑ってたって。もうね、根元、髪の毛もそうだよ、ほら、胸毛好きなんだ。そっか、胸毛のために見に来てくれてたんだ胸毛なかなかいないからね。あ、やっとわかったわ、みんすけがなんで俺の放送を見てくれてるのか謎が解けたね。胸毛を見に来てたんだ。俺を見に来てたんじゃなかったんだね。そうだったんだ、ありがとう、すべての胸毛ファンたちありがとう。あ、そうなんだすごい、じゃあ今度胸毛がセクシーなあのバーのお店紹介しようか。知り合いに胸元常に開いてて胸毛めっちゃセクシーなあの素敵なバーのマスターがいるお店知ってるけど、紹介しよう。待って、スタッフさんに起きたことをメールします。寒いから今、シャワー
熱だ、晴れしてる。ごめんね、もう寒すぎてダメだからシャワーのお湯出してるわ。あったけ。あ、曇るな曇るな、そりゃそうか、曇るな。シャワー出してんだからな。うわうわ、曇るわ曇るわ、すごいすごい。あー、曇る曇る。まあなんかエロいね、なんかねこれね。もわもわおっさんだわ。こんにちは。ビーすけさん、さっきサメちゃんとこで見たけど、プレリス1位だった人がファンだって。嘘。ええ、つばにゃん。ビーすけさん、関東学と神々の電気さん、つばにゃんが消えたよ。つばにゃん、マジで予想通りなんだけど。つまり、いや、剥奪だよ、大どんでん返し。あー、まあ予想通りだね。俺絶対そうなると思った。あー、おめでとうございます。絶対そうなると思ったわ。予想通りだね。まあそうなるよ。つまりにはあの流れで取らせたくないでしょ、あんな売名ばっかりやるって。あ、運営さん泳がせてたでしょ。あきらさん、ワンワンも剥奪。ワンワンも、なんで。ワンワンも関東学と神々の便器さん、この企画から追い出されるんだね。うん、アキラさん、リスカじゃないかな。うん、関東学と神々の便器さん、ワンワンがスカッとしたらしい。関東学と神々の電気さん、そうそう、アキラさんは金梅の1位は順当だな。まあ金梅さんだよね、誰が誰もが納得するのは。ビーすけさん、そう思う誰もが納得するのは金梅さんでしょ。ふわっちをここまで盛り上げたの金梅さんだから、まあ予算でもいいかなとは思うけど、予算は別に俺プレミアムリストはいらねえっつってるから、だったら金梅さんでしょね。金梅さんに200万渡せっていうのはみんなの気持ちだよ。あきらさん、つばに、や、手段千場なすぎだよな。あんな配信じゃないよ。ボンさん、そうだね。まあそうなるわな。こんなホテル配信ばっかりやっててさ、こんなやつに200万渡すわけねえだろ。いや、誰も納得しないでしょ正義は勝つってことだ。スイッチさんなんだ、裸なんだよ。寝起き。アキラさん、みんなが納得する形だから丸く収まったってことだが。うん。
さあ、今日は気合い入れてくぞ。ビッグイベントだよ。今日は気合い入れてこうね。電動使う、俺は普通に歯磨いた後にあのホワイトニングやってから電動使ってんだよ。手で磨かないと磨いた気がしないんだよね。2回磨いてんの。マイケルさん2回か。なるほど。そう。M さんから LINE 来てるからね。マドさん濡れてもいいですかって。いい写真撮ろうね。
モデルをやることはあんまりないからな。カメラ撮る方は楽しみだけど、モデルはもうマグロで行こうと思ってるから。モデルに関しては。されるがままで行くよ。マグロのワド。写真好きの人が集まるんじゃないか。今日の枠はカメラ好きの人が集まるといいね。と俺は思うよ。楽しみだね。朝の一服。どんな写真を撮るのか頭の中にイメージしておかないとな。
本当だ、プレミアムリスワンから消えてる。すげえ、本当だわ。消えたか。なるほどね。何があるかわかんねえな。本当だ、ワンワンもいいね。関ゾーマット神々の便器さん追い出された、ね。追い出されたね。まあまあ。まあまあ。まあ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 。追い出されたね。ヒゲ剃るの忘れた。ヒゲ剃ろう。関ゾーマット神々の便器さん配信ができないくらいかなつと思ったけど苦情が多すぎた。まあ苦情来るでしょ、あんなねえ、あんな配信ばっかりやってたら。むしろ前日に番っていうのはファインプレーなんじゃないの、運営さんのね。えそうじゃないの、ファインプレーでしょ。泳がすだけ泳がすって。ゾーマット神々の便器さん怖いね。いやむしろなんで早くやんなかったのって話じゃない。あんなの配信じゃないじゃん、誰がどう見ても。誰がどう見たって配信じゃないわけだから。ただセックスしまくってるだけじゃんな。何も面白くねえもんな、あんなのな。あんなのは配信じゃないよ。あんなのは売名中みたいなもんですわ。ただ閲覧稼ぎゃいいってもんじゃないよ。納得しないでしょ、リスナーさんも。関ゾーマット神々の便器さん勉強にもならん。まあまあね、不快なヘイト集めてるだけだからね。別に面白くて見てるわけじゃないから、やっぱ楽しませないとね、リスナーさんを。さあどうなるかな。まあ三子予見です。さあいらっしゃい。しどうも。こんばんは。ヒゲも剃って、ヒゲも剃って。
でやらないとな。体がなまっとるぞ。ワイシャツどこで買おうかな。ワイシャツとネクタイ買わないと。ワイシャツネクタイメガネ。まあ、サンコトリの鳴き声がバックスラッシュ癒されます。そう。癒される。ご飯食べてる今。2月は忙しかったね、みんなね。2月はすごい忙しかったけど、やりきったかな、なんとか頑張った。2月は頑張ったね。どんな写真に仕上がるかだよな。今日はね、写真のコラボ配信があるんで、もしよかったらね、僕のツイッターを。まあ、サンタ趣味の方ですか？趣味は、趣味はないですね。全然多趣味じゃないですよ。趣味は全然ないです。趣味は全然多くないですよ。遊び人です、僕は。やること全部遊びなんで。風呂入るか。ヒゲ剃ろう、まずヒゲ剃ろう。趣味は全然ないですよ。遊んでばっかりっすね。ヒゲを剃って。なんで？まあ、3遊びにいいと思います。人生一の日々なんで遊んで楽しくですが、そうそう、遊んでばっかり。人生泣いても笑っても一回だから。
壮大な暇つぶしながら。楽しく暇を潰しましょう。どんな写真、まあ、女性をね撮る機会って結構少ないから。母さんそれができるって羨ましいです。バックスラッシュ。いやー本当に遊んでるだけっすよ。女性をね写真で撮らせてもらう機会ってなかなかないから、この機会をね大事にしていい写真撮って次のモデルさんをね我々に写真撮ってもらいたいと思われるようにね頑張らないと。写真の出来がいいとねモデルさんから声かかるから。撮ってもらいたいって思ってもらわないとね。ありがとう。アイテムありがとうね。まあ、さん人を撮るんですか？植物とかじゃなくて。そうですね。僕はポートレートといって人を撮るのが好きですね。あとありがとうね、ケバさん。アイテムありがとう。人ですよ。今日は女性を撮ります。女の人を撮ります。はい、いいね、ありがとう。オンサンバーガーを2個プレゼントしました。オンサンバーガーを2個プレゼントしました。ありがとうね、もう。
じゃあ風呂入るか。シャワー浴びてくるわ。ちょっと待ってて、音は入れっぱなしでしとくからみんなで喋ってて。よいしょ、音入れっぱでいきます。 OK。 風呂入って、はい、うん、風呂入ってくるね。あれ？バグか。切り替わんねえな。なんだろう。あれ？あれ？音が。配信も。あ、ダメだ。バグってる。じゃあ、釈迦の絵にするわ。釈迦とペコの絵にするわ。じゃあ、ちょっと風呂入ってくるね。よろしく。まあさん、かわいい。
リルボーンさん釈迦ペコ。超山田さん裏ショー。
猫ちゃんさんなんだこの部屋。
送ついてんの？放送ついてたら返事して。まだ見てんの？マリルボーンさん見とる、ミースケさん見てる、見てるんだ。おうちプレイ楽しい。放置されててどんな気分なの？みーすけさんワクワク。ワクワクする。変態じゃん。オフパコして、あ、ごめんごめん、心の声が漏れた。あー、オフパコして、あー、すっきりした。どっかにオフパコ落ちてねえかな。落ちてないかな。どっかでオフパコ落ちてたら教えてね。連絡ちょうだい。
うわどうって交差点にオフパコ落ちてたけど拾うってみーすけさん交番に届いてるかも。交番に届いてんのかな俺のオフパコ。名札つけてねえかんな。名札つけときゃよかったね連絡先とね。やっぱ名前書いとかないとダメだよね。小学校の時教わったもんね。名札を一番最初に書かされる。今何時？何時？コーヒー飲みてえな。
曹操さん今日撮影今日おはよう今日だよ。楽しみだね。そうそう、さんなんか用意しとくものある？ティッシュとテンガとあとなんだろう、ローションティッシュとローションとテンガかな。あと電波が切れないようにしておけば楽しめるんじゃないのかな。そうそう、さん両エルロイ写真撮ろう。エルロイ写真。どんな写真見たい？どんな写真見たい？逆に撮られる方もあるからな、よくよく考えたら。撮るだけじゃなくて撮られるっていう感じだからな、撮り合う感じだからな。あれなんだよね、ワイシャツとネクタイとメガネ買わないといけないんだよね。それがね、何時からだって？いや、4時集合の予定で夜7時ぐらいからだったけど、遅れてるっぽいね、なんか放送見たら。なんか15時半に着くとかいう話だからね。ちょっとわかんねえな。夜だね、夜だね。夜中だね。今月の締めの企画なんでね、頑張らんと。結構楽しみにしてた企画ではあるから頑張らないとね。コーヒー飲んで家出て、ワイシャツと何かを、ワイシャツとネクタイか。髪乾かすわ。
そうそう。さん今 M さんはクチラミ氏に言ったらガバガバだ余裕取りましたわ。変態だよな本当の。40過ぎてまだ変態な人とかセックス好きな人って本当の変態だよね。わかるこの理論。そうそうさんあんな顔して笑。いやそうなんだよね。すげえさ清楚な顔しててド変態だからそこがやっぱ売りなんだよね。お嬢様っぽい顔して淡々とそのスケベなんだよ。ただただスケベな女なんだよ。開き直り方が半端じゃないからね。あもう私変態だわ。そうそうさんびっくりしたわ。いやもう本当に本当の変態だからね。まあね何気に言わなかったけど結構昔からフォローしててくれてロムってくれてたんだよ M さんって。結構 M さんがふわっと来たあたりからずっとフォローしてくれてたの。だからまあ俺の放送を見るっていうことはやっぱ変態なんだよ。昔からねそうなの。変態が集まってくる。そうそうさんまあ確かに清純な人ほど H が激しかったりする。あ清純な人ほどっていうかねIQ が高いっていうか、なんか高学歴の人ほどね、結構セックスがエロかったりとか、そうなんだよね。ヤンキーの女の子とか意外とセックス淡白だったりするよね。そう。そう、それはね、当たってるんだよ。知的な人の方がね、セックス好きだったりするんだよ。バンだけは気をつけねえとな。脱ぐところとか結構頻繁にあるから着替えとか。バンだけは今日気をつけようと思ってるけど。それはシャレになんないかんね。M さんとのコラボバンあり得るからな普通に。お互いヒートアップしたらね。ごめんねズボン脱ごうとしたら止めてねみんな。あと放送回ってるよって。ズボン脱いだらダメだよって。そうそうさんわら。窓放送回ってるからチンチン触ったらダメだよって教えて、うん、右手のポケットもぞもぞさせんのダメだよって。窓放送回ってるよって投稿失調症だからね。現実なのか妄想なのか分かんなくなったら止めてください。クネクネ動き出したら危ない兆候だよね。コーヒー買ってくるわ。
曹操さんはド監督の監督をしっかり監督してください、うん、なんだよ、今日どしゃ降りじゃん。なんだこれ、どしゃ降りだよ、どしゃ降り。雨じゃん、やばいね。コーヒーうまいな。コーヒー飲んでる時が一番幸せだよ。カメラの設定もやんないとね。何時頃家出よう。ワイシャツとネクタイどこで買おうかな。ワイシャツとネクタイどこで買う？霧吹きも忘れぬよう。霧吹きも欲しいね、正直ね。霧吹き多分メイクさんが持ってるから多分大丈夫だと思うけど、霧吹き大事だね。
霧吹きは多分大丈夫だと思う。あると思う。霧吹き結構使えるんだよ、本当に。へしっ！そうそうさんは二人っきりじゃないんだ、わら。二人っきりにならないよ。ちゃんと取るよ。でも普通フォトセッションとかやるときスタッフ囲まれてるけどね。だってあんないい写真人二人きり撮れるわけないでしょ。だから写真家の写真撮るときとかって10人20人とか普通にいると思う。 10人ぐらいか。20人はいらないか、動きないから10人ぐらいはいると思うよ。そういうもんよ。AV だってね、3、4人いるわけだから。その中でセックスするんだからすごいよね。あんなあパッチパチに明るいところで。すごいよね。変態だよね。そうそうさん普通はいるわな。あんたたち普通じゃないじゃん、わら。まあまあまあ、まあ確かに俺らは普通ではないか。たまにね、たまになんだけど、サラリーマンとか見たりとか、なんか学生とか見たりすると、たまになんだけど、たまにね、なんかね、ふって、あ、もう普通には戻れないんだみたいになって泣きそうになる時あるよ。なんか同学年の人とかのなんか家族連れとか見たり、サラリーマン見たりとかするしたり、あ、もう俺この人たちには絶対なれないんだっていうね、なんかこう悲しい気持ちに黄昏れる時あるよ。なんかグーってこう涙がこみ上げてくるものが、ああ、もう随分遠い場所にいるんだなっていう。普通が一番だよ。普通が一番。いやー、写真イメージまとめておかないと。
例えばさ、そのまあカメラやらない人だったらあんまり分かんないかもしれないけど、そのリハーサルプロとかになると、リハーサルの段階でスタンドインっていう役割があるのね。スタンドインしてくださいって。で、まあ身長と同じ人とをスタッフさんに立ってもらって、カメラの焦点距離とかを測って、ある程度そのカメラの高さを調整したりとか。だからまあスタッフがいないっていうことはありえない。映画とか写真とかも全部そうなんだけど、あの立ってもらって、でそこから計算するの。だからなんか普通の人が思ってるようなものとは全然違うよ。普通の人が想像してるようなものとは全然違う。密室でなんかイチャイチャしながら撮るみたいなのじゃないよ。そんなおしゃれなものじゃない。もっと業務的なものだから。今度カメラのセッティングしようか。寒いね。うん。カメラのセッティングなどをしましょう。まあ今日は本当久々に写真の成果というか練習、3ヶ月ぐらい写真発表をしてないから、今日の写真はほら配信者さんだから、モデルさんが写真をツイッターに上げないと逆に失礼になるケースだから、ポートフォリオちゃんと自分の作品としてお披露目できるいい機会だから。今日撮影会だよ。今日撮影会。だから、しっかりしたいいものを撮れなかったら、もう負けだかんね。頑張らないと。いやー、2月末だよ、もう。だから本当に忙しかった。もう、本当1日も空いてるスケジュール、本当1日空いてんの1回だけだったかな。2個3個スケジュール入ってて、忙しかったね、今月は。3月はちょっとスケジュール空くけど、どうなるかわかんないね。3月もでもスケジュールの予約が結構入ってきてるから忙しくなりそうだな。
今月はね、結構新しい機材とかを現場で使わせてもらって、あ、そうだったんだ、忙しかったんだ。そう、今日は結構カメラマンとしての集大成を結果発表の場だと思ってるから、まあ映画につながる部分だよね。体調は悪くない、体調は悪くない、ぐっすり。昨日夜7時に早めに寝て、まあ朝7時、12時間ぐらい寝ればいいやと思ったら、昼まで寝てたから、結局17時間ぐらい寝たから寝だめしたね。もう電車の中で寝たりとか、2時間しか睡眠取れないっていう時間だったのね。配信はそんなにできなかったんだけど、だからまあよく寝れたかな、今日は。ベストコンディションだね。ただまあ、その写真のコンディションと体調のコンディションってあんまリンクしないんだよね、スポーツと違って。気持ちのメンタルの部分のコンディションがすごい大事だから、それスタジオ入ってみるまで分かんないな。メンタル的なコンディションは、いい写真が撮れるといいけど、そうだね、体調的には問題ないね。どちらかというと本当にね、写真はメンタルなんだよね。メンタルっていうか、脳というか、すごい難しいんだよ。写真はコンテストには出す予定はないかな。映画は出すけど、映像とか出すけど、写真はあんまりなんかコンテストとか出したいとかないかな。個展は開く予定だけどね、今年に。あれ、なんだろう。そうだね、その時ひらめいた感覚もすごく大事だし、その時の感覚も大事だし、下準備がすごい大事かな。もう打ち合わせ、今回の写真だけで打ち合わせ相当重ねてるから、だそれがうまくはまればいいなと思ってるね。その自分が撮りたい写真が撮れるのかっていう。で、前の日とか準備したかったんだけど、ちょっとできなかったから、そこが不安材料ではあるかな。どうなるんだろう。ココア様のは実はもう半年前の写真だね、あれは。あの頃のレベルに俺は確実にいない。あれはカメラ買って初めて撮らせてもらった写真なのね。だからむしろ今恥ずかしいと思うようになってきたね、あの写真は。今のレベルで撮ったら、多分、だからあれで評価結構高かったじゃん。ココア様の写真すごく良かったよって。あのレベルにいないよ、俺は。もう7段階ぐらい上がってるから、写真の技術としては。機材もすごく良くなってるし。全然。あのレベルは確実に超えられる。あれはむしろ持ってるセンスだけで撮ったっていうか、機材のことを何も知らず持ってる感覚だけで撮った写真だから、今回はもっと技術的っていうか、いやもう普通に現場で
なんだろう、カメラマンの1カメラマンでカウントしてもらってるね。でこの前現場入ってすげえ嬉しいことがあって、そのフリーランスでカメラマンとして現場に入らせてもらってるんだけど、もう何回だろうね、5回か6回ぐらい入らせてもらってる現場なんだけど、普通にスタッフさんから、いやもう戦力としてカウントしちゃってごめんなさいって言われて、なんか下手な外注の業者に頼むよりも和道さんに頼んだ方が安心感があるって言ってもらえたの。そりゃすげえ嬉しかったね。なんかもうなんつうんだろう、和道に頼んだ方が、まあぶっちゃけた話、こういう絵をちゃんと撮ってくれるっていうのがあるから、まあ正直助かります、戦力になってますって言われて、それは純粋に嬉しかったね。普通にだから多分下手なカメラマンよりは全然うまいと思う。もちろん本当にすごいカメラマンとかいるからそういう人にはかなわないけど、結構ね、っていうのも配信やってたっていうのがやっぱ強いみたいね。他の人に聞いたんだけど、カメラ6年やってる人に聞いたんだけど、便所太郎さんともその人か、つながりがあって一緒に写真撮る人なんだけど、とにかくこの画角っていうのがうまい。その普段カメラで自撮りをずっと年がら年中やってるから、もう職業病になってて、構図っていう技術があるんだけど、そのどこにどういう風に写真を収めるかっていう構図がとにかくうまいっていう。しかもそれを一瞬で判断できるっていう。普通のカメラマン、構図を計算してどこに行って三脚置いてこうやって撮ろうとか考えるのを、配信者の人はパッてこう構図を見つけることができるっていう。まあそれは職業病みたいなもんだよね。でまああとその技術のことに関してはいろいろあるけど、特に和道さん向いてると思うって言われた。要はオタクだから、すぐ次の日って。で、どれくらい前だろうな、3ヶ月ぐらい前に、自分が、ほら、プロの人に会ったら技術、質問とかをさ、ぶつけるじゃん、やっぱり。今ここで悩んでるんですっていう話をしてた時に、あのね、和道さんね、って、もうそれ、プロのカメラマンが現場で言ってることと同じこと言ってるよって。要は素人の人が聞くのって、焦点距離がレンズ何買ったらいいですかとか、どの機材買ったらいいかとか、照明どこのメーカーかとか、そういう話なんだけど、例えばその俺が技術屋さんとかに会ったら、もしよかったら教えてもらいたいんですけどって、そのカラーグレーディングのなんとかのガンマ値を何々にした時とか、その波形がこういう風に出た時にどういう順番でエフェクトをかけていきますかとか、そういうところに興味があって、で普通に別に純粋に聞いたら、いやそれ現場で模索してる段階だからって、もうネットとか書籍にも情報が載ってないっていう。だから今どういうところで情報交換を行われてるかっていうと、プロの現場でみんなが試してやってるか、もしくはソニーが公式でやってるセミナーか、アップルもプロカメラマンを抱えてセミナーやってんのね。でアップルはすごいいいのよ。アップルは無料で受けられて、本当のプロフェッショナルに教えられるから、みんなアップルかソニーの公式のゲッか、もしくはすごいその機材に詳しい人と情報交換したり、あとフェイスブック の、 そのカメラマン、プロカメラマンだけ の、 グループがあって、そこで情報交換したりとか、そういうレベルですよって言ってた。だから多分技術的なことに関しては配信では一番詳しいと思う。配信者の中では。もちろんリスナーさんの中にはプロの人もいるから、多分そのなんだろう、カメラ最近始めましたとか、カメラ3年やってますっていう人よりは写真については詳しいと思うよ。なんでかっていうと、その現場に入ってるスピードが違うし、シャッター、例えばね、この本体の部分あるじゃん、このソニーの α7 っていう本体、これって10万回シャッター切ったらもう寿命って言われてんのよ。
わかる。で、シャッター切るっていうのは写真1枚撮るっていう意味なんだけど、中のセンサーが壊れていくの。俺まだ買って半年じゃん。もうこれ5万回切ってるのよやばいペースでしょ。あの多分それでその10万回なんか切らないよっていうレベルなのよ。だから1日みんながさカメラ持って散歩したり iPhone 持って散歩して撮るの3回か4回でしょ。だけどもうこの半年間で俺こいつが寿命でバカになるぐらい撮ってるのね、シャッター写真だけで。だからまあまああのめちゃくちゃやってるよ。多分今日も2000枚ぐらい撮ると思う。2、3000枚撮ると思う。アホみたいにやってるからね。それをなんつうの、言葉じゃなくて、なんて言えばいいのかな。結果として作品と見せるのが今日だと思ってんのね。リスナーさんに。あ、本当に上手くなってるんだっていうのを見てないじゃん。ココア様とかって何ヶ月前の写真あれ。相当前の写真だと思うのね。そう。過集中。過集中っていう病気なんだけど、本当は。要は、あのアスペルガーとか ADHD の人って1個好きになるとずっと同じことやるでしょ。配信外でもずっと撮ってるのよ。暇があったら撮ったり、暇があったら本とか読んでるから。だからもうカメラ関係の本とか高いのよ。これで2000円すんのね。これで2000円でしょ。でもう本読み漁ってるよ。これが2300円。これが1600円。で、雑誌とかも結構読んでて。いや、こういう、もう定期購読、絶対これ投資しようと思って。これも一冊1200円ぐらいするやつなんだけど、これは動画関係。こっち側はライブ収録関係の本とかで、そのやりたい技術っていうのを全部その再現しようと思ってて。でもその撮ってはいるんだけど結果を見せてないから、この3ヶ月間ぐらいは。だから今日はそのこの頭にパンパンにやって練習してたやつを本番だね。っていうのも何が難しいかっていうと、一人の時独身の男性だと練習ができないのよ。風景とかあの構図とかが上手くなってもポートレートはまた別の技術で、自分じゃない人を撮らないといけないから専門者は高い。ビデオサロンとかね、高いよ。だけどレベルが違うんだよね、やっぱり。この前さ、見せたあの映像のプロモーションビデオあったじゃん。ドゥーン、ドゥンドゥン、カシャンとかいうやつ。背景が赤になったり、顔が変わったりするやつ。っていうのも、こういう雑誌からこの動画を見た方がいいとか全部書いてあって。で、寝る前とかに検索して映像を見て。あ、トラッキング使ってんなとか、何してんなって。そう。だから、なんだろう。うん、まあまあ、あと、その、今度さらにモデルのポージングの本とかもあるのね。女性を可愛く撮る、ポージングの本とかあって、そのポーズをどうやって撮らせるのかっていう。結構無理なポーズを撮らせてんのね。素人さんからすると、引きで見ると、何このポーズっていうのを撮ってるから。でも、実際写真になると可愛くなるのよ、それが。で、まあ今持ってる機材はだいぶ使いこなしてるんじゃないかな。アイテムありがとう。はっきり言ってもうその辺のカメラやってますみたいなやつにマウント取られても全然、あの、あ、なんか、全然、
叶わないやってなると思うよ。昨日も業者の人来たけど、なんで和道さんの放送何で撮ってるのこれって言ってたね。すげえ褒められた。で情報交換したんだけど、リスナーさんで現場入ってる人が来てくれて、和道さんそれ一眼で撮ってんのって、なんなのそのカメラのレンズとか。楽しいよやっぱ、見る人が見たらわかるから。見る人が見たらセンスない？俺センスだけでここまでやってきたんだけど、お前俺のことセンスないと思ってんの？本気で言ってんの？むしろセンスめちゃめちゃあるって言われるけど。めちゃくちゃ褒められるよセンスは。正直俺はセンスある方だと思うよ。自分で言うのもなんなんだけど、センスはある、センスがやばいっていうタイプだと思う。とにかく飲み込みが早い。だから苦手なところが事務的な作業とか、そうコミュニケーション能力とかが低いから、そこはちょっとなっていうのはあるね自分で。セッティングするから米ビュー入れます。メトロ地下鉄街字幕さん、この前いとしごさんが監督の部屋で配信した時、配信環境がいいんだなって思った。あれはだからその照明とかセットだよね。ひどんなさんのリスナーさんも同じこと言ってたね。なんか和道の部屋入るとすげえ綺麗に見えるって言ってくれた。それはあると思うよ。エクスパンドさんお前って野田みたいなところあったんだな。野田みたいなところあった？そうかな。メトロ地下鉄内字幕さん、監督が映ってても見慣れてるからたまに違う人はいるとよくわかるね。よくわかるよね、俺もそう思う。見慣れるん、そうだね、目って慣れるんだよね。エクスパンドさん変ほうほほちはいへへ、スペシャルタイム中変ほうほほてふあいへへ。変ほうほほちはいへへ、スペシャルタイム中変ほうはほほってフライへへ。メトロ地下鉄内字幕さん、コンパクトな部屋でうまく暮らしてますね。貧乏だね。エクスパンドさん変ほうほほちはいへへ、スペシャルタイム
な可変法は、ほほって、ふわい、へへよ。コンパクトっていうか、狭いだけだよ。時間はまだ決まってないね。時間まだ決まってない。エクスパンドさん、へへスペシャルタイム中変法は、ほほって、ふわい、へへ。まだ決まってないね。スペシャルタイム中編法はほほってふわいへへよ。エクスパンドさんへへスペシャルタイム中編法はほほってふわいへへよ。エクスパンドさんへへスペシャルタイム中編法はほほってふわいへへよ。へへスペシャルタイム中編法はほほってふわいへへよ。エクスパンドさん戦争エクスパンドさんへへスペシャルタイム中編法はほほってふわいへへよ。メトロ地下鉄内、字幕、3めちゃくちゃ視力悪くなった。って言って、だから、裸眼ダメなのかと思ってた。この距離、ここでもうぼやける。ここで見える。裸眼は、ダメだね。うん。裸眼ダメだね。走ることできるから便利ですね。いやぼやけてるよ。だから外走ってる時にあのコメントでタイムキーパーやってるこうやって 見ないと見えないからの。エクスパンドさん、だから音でちょうだいって言ってんのよ。メトロ
地下鉄内字幕3が、うん、あなるほどそっか、そうそうそう、だからタイムキーパーやってってお願いしてんの。走りながら見えないの、こうやってやんないと。で走ってる時手ぶれがあるから無理なの、ぼやけてもうぼやぼやだから。あ、本当はボクシングの試合ダメなんだけどね。ヒカルくんがメトロ地下鉄内字幕、いや今は大丈夫、今は大丈夫、ギリギリわかる。で、これを設定、瞳オートフォーカスを設定。さあ、炭酸何時からコラボ？何時からかな。ちょっとね、集合時間は夕方5時過ぎぐらいだけど、夜の7時か8時からだと思うよ。夜の7時か8時ぐらいになると思う。まあ多分人は集まるんじゃないかな、今日わかんないけど。ああ、でもあれか、プレミアムリストワンがあるから、金梅さんとか見んのかな、みんな。ちょっと閲覧数はわかんないけど。エクスパンドさん、こんにちは、ふわっちドル箱でい、へへ。全然稼げねえよ、ドル箱じゃないよ。今日なんて、91円だよ。延長代も稼げてねえわ。みんなアイテムちょうだい。どこがドル箱だよ。嘘つくんじゃねえよ。字幕三九門流も練習の時コンタクト外れたって拾って宝、うん、視力って大事、視力めちゃめちゃ大事、めちゃくちゃ大事。これだ、ちょっと待って、いろいろ登録する。前から使いたかった機能があって。エクスパンドさんは土手と黒法論法、どうした、ボンさん、わかる、ボンもコンタクトやメガネつけてないと何も見えない。マニュアル設定ができねえな。カスタムキー、カスタムキーじゃなくて、
なるほどね、メモリーカードに設定もできるんだ、すごいな。なるほどね。例えば極端な話、圧縮ファイルで、今度ですね。エクスパンドさん、後で目通しといて、映画の足しにしといて M。あーごめん、 URL はねうちねわかんないよ。ちょっと待って、今忙しい、悪い。ありがとうね。例えばこれで、あ、本当だ、できた。これは便利だわ。あーすごいすごい、なるほど。で2に設定、あーこれいいな、あこれすごい、これはすごい設定だ。これすごいな。映画の足しに必ずなる。うん、違うよ。あれ設定ずれた？え、何これ何これ。登録できてなくない？うわ、なんだこれ。どうやってやんだろう。あ、ダメだ。使い方間違ってるな。どういう風に使うんだろう。連続撮影登録、あ、そういうこととか、登録しないといけないんだ。今日は無理かな。
瞳を落とそうか。エクスパンドさん必ずいいインスピレーションを与え続けるヘヘロ。設定エクストラファイン JPEG 10メガ JPEG サイズ10メガエクストラファイン交換レンズ補正ライブで、瞳オートフォーカスを使うと、瞳オートフォーカス、メニュー設定1オートフォーカスに設定を入り、メニューの設定、うっせえな。オートフォーカス2の。メルビンさん、それの画素数ってどれくらいですか？画素数っていう概念があれだけど、まあ選べるけど、俺のマックスの L だと 6000×4000 画素かな、画素数 6000×4000 画素って書いてある。顔切りにし、オートフォーカス顔切りにし、メルビンさんすご、メニューの撮影設定に、一応ね、プロ用だからね、メニューの撮影設定、撮影モード撮影設定に、違うな、間違えたんだ、キャンセルがメニューで。さんワド提督にさらなる衝撃が走り始めると思います。オーケーです。フリッカーレス撮影なんかいらない。動画ちょっと待ってね、瞳オートフォーカスの設定をするからカスタムキー、カスタムボタン1、瞳オートフォーカス、カスタムボタン1とか、瞳オートフォーカスってどうやってやるんだろう。フォーカスモード S にして、シングルフォーカスにして、で、
トミーオートフォーカス難しいんだよ設定が。トミーオートフォーカス、で今度無料でバージョンアップされて動物の瞳もあの検出できるようになる。アルファ人間の目だけ目にピントピタッて一瞬で当てるんじゃなくて動物とか動いてるものピタッて当てられる。すごいよね。猫とか犬とかもワンボタンでフォーカスする。あと何分あるかな。あるから気をつけろ。これコムなんかとはわけが違うから、あま、くみるなよお前。四角へ自体消える現象あるから気をつけろ。これはカムなんかとはわけが違うから、あま、くみるなよお前。これだ。エクスパンドさんはっきり言おう。あとお前の見ている四角へ自体消える現象あるから気をつけろ。これはカムなんかとはわけが違うから、あま、くみるなよお前。撮影設定にカスタムキー。ボタンはどこにあるんだろう。これだよ。カスタムボタン1。カスタムボタン1何合わせたっけ。
人の顔が映んない。来た。オッケーだろ。うん。エクスパンドさん、これらの機能は未だに俺もやられるわけだ。オッケー。これで行こう。これを保存しよう。撮影モード登録と。OK、設定終了。いけます。エクスパンドさん、これらの機能は未だに俺もやられるわけだ。OK です。設定終了。うまくいった。でカメラの設定終わったから今度は買い出し行って移動か。買い出し行って移動。いい感じです。
オッケー、じゃあ準備しますか。ちょっとまったりできないかな。2時間、あ、そっか、電車調べよう。スタッフが欲しい、手伝ってくれるスタッフが欲しいよ。もう一人じゃ無理だよ、この活動。そばにいてくれるスタッフさんが欲しい。エクスパンド3M エクスパンド、アットエクスパンド 1986D、 これらの機能は未だに俺もやられるわけだ。144、25、6時14分、39M エクスパンド、アットエクスパンド 1986D。お前は年は上だが仲間になる上で俺の部下になる。エクスパンドさん、わら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 。エクスパンドさん、お前は年は上だが仲間になる上で俺の部下になる。エクスパンドさん、わら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 。エクスパンドさん、お前は年は上だが仲間になる上で俺の部下になる。撮影配信開始は夜の8時から9時頃だって。で、今度は準備だ。
シャツとかもか。替えのシャツ。着替えがあるのか。パンツも持ってくか。ずぶ濡れになる可能性があるから、替えのパンツと、替えのシャツ。濡れるっつったよな。濡れるってどんな撮影するんだろうね。全然想像つかないんだけど。なんだ濡れるって。服を用意して シャツ、ネクタイ、メガネ。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。シャツ入るのかな。
袋も持ってくか一応。ちょっときついかな。ちょっときつい。ちょっとピタピタすぎるよね。いや、買おう。してるよね。しゅ、うん、黒とかもあるけど、多分白ワイシャツだよね。白ワイシャツこれしか持ってないんだけど、アイロンかけてないからよれてんだよな。黄ばんでるし、少し。これでいいんだったら買わなくて済むんだけどね。これじゃまずいかな。これだと入るんだけど、これ持ってくか。これにする？これでいっか、買わなくて。これだとピタッとはしてないから、これで大丈夫かな。これでいい？ワイシャツ。これでいっか。これでいっか。これにするか。大丈夫か、これで。ワイシャツ、金髪にワイシャツ合わねえよな。これにしよう。これにすっか。これにするわ。ワイシャツ。ダブルカフスだけど。もうこれでいいや。これにする。
こいつを持って行って。こいつと。なんだろう、シャツは買わなくていいと。で、今度はネクタイ。ネクタイってさ、どこで買えばいいかな。ネクタイってコンビニとかで買ったらダメかな。小物用のネクタイ。どっかなんかネクタイ安く手に入るところ知らない？みんな。ネクタイ。うわー、リスナーさんからもらったシャツ出てきた、懐かしい。女性リスナーさんからもらったシャツ。100均でよくない？ウィーゴー。あ、懐かしい。全然着てねえ。これ着てこうかな、今日。リスナーさんがワドン似合うって言われたんだけど、似合う？なんかヤクザじゃん。ヤクザじゃん。昔のヤクザじゃん、これ。やめよう。柄悪い。やからじゃん。やめよう。で、シャツ入れて、これでいいか。カフス、メガネとカメラ入れた。メガネとネクタイって覚えといて。メガネとネクタイ、メガネとネクタイって覚えといてね。メガネとネクタイね。で、今度三脚。メガネ、まあこれでいいんだったらこれでいいんだけどね。だからメガネを用意してほしいって言われたんだよね。壊れてもいいメガネをって。100均かなんかで 買おう。
で今度三脚でしょ、三脚100均にメガネあるよね。メガネ壊すのかな壊れてもいいメガネを用意してくれって何なんだろうね。メガネこれじゃダメなのかな。壊れてもいいメガネってなんだ。まあ、なんか意図があるんだろうね。準備だけで疲れちゃうね。ネクタイ売ってたら100均で買っちゃうけど、こんな感じかな。100均あんま行かないんだ。うい、ご飯買えよ、おいで、ちょっとどいて。ご飯、めったに行かないんだ。百均俺大好きだけど、百均よく行くわ。ご飯、ご飯、百均にワンチャンある？行ってみるか、じゃあ。100円均一。ネクタイなんか普段しねえかんな。もうネクタイ、リーマンの頃と起業したての頃はつけてたけど、ネクタイなんか全然しねえよ。よし、はいどうぞ、ご飯です。はいはいはい、ご飯ですよ。ワイシャツとか見たことある？マジで？百均にワイシャツあるんだ。あ、全然いいよ。で、今度はあれか、交通手段の検索。交通手段は
結構遠いな。結構遠いな。思ってたより遠いな。もう出るか。思ってたより遠いわ。どうしたの？って普段からどうかしてるかな。普段からどうかしてるだろ。出るか、じゃあ。あ、ダメだ。ジーパンも持ってかないといけないんだ。濡れる可能性があるって言ったから、ジーパンも持ってかねえと買えの。多分服着たまま濡れるんだろうから、ヌードではないと思うけど。ただにね、俺のヌード取りたいって人はいないと思うから、一応服持ってくか。謎だよ。入れた。これでいっか。で、あとは移動。あー、花火ありがとう、匿名さん。花火ありがとう、ドンチキー。本日一発目。ありがとうございます。
ありがとう。サンキューです。わあ、お花火2発目。はい、ドンチキーありがとうございます。ありがとうドンチキー、ありがとう特命さん。サンキュー花火ありがとうございます。メガネと、メガネと、充電されてる？あれ？充電された。ジェルとかワックス持ってくか。一応メイクさんいるから大丈夫だと思うけど。よいしょ、準備 OK。 OKOK、 OK OK、100均いくか。見えてますか？見えてます？Wi-Fi 切り替えました。重っ、重っ。今日はパツパツだ。見えてますか？あれ？見えてる。了解。じゃあ行くぞ。重い今日荷物。パツパツだ。荷物多いな。行くぞ。よいしょ。じゃあ行こう。100均行くぞ、まず。ワイシャツ買った。ネクタイと、ネクタイとワイシャツ。アイテムありがとう、サンキュー。雨やんだ？寒いな、今日。寒い。傘持ってくか。
こんな日に限って雨ですよ。みんな風邪ひかないようにね、寒いから。今4時か。ちょうどいいね。ちょうどいいな。フォトセッションコラボ。天気悪いね、今日ね。はい、ニンニン、お疲れ。あ、リップクリーム忘れた。買おうか。寒いとすぐひび割れるんだよね。リップは買おう。お腹すいたな、ちょっと。雨気をつけるよ。ありがとう。スタジオ、うん、そうだね。集合するのが5時半で、集合が5時半予定で、配信自体は夜の7時か8時で、押してるから多分夜の8時ぐらいからかな。夜8時ぐらいになると思う。移動です、移動。一番そうだね、落ち着いて見れる時間帯だね。いいよ、ありがとね。寒い今日。
いや、スタバでコーヒー買って今日の朝飯はコーヒーにしよう。ネクタイ、竹尾菊池のネクタイとか持ってたんだけどな、何本か。実家だな。あ、青だ。だから20時でいいと思うよ、多分だけど、ちょっとわかんないね。ツイッターの方で告知入れるから。なんか、はい、愛子ちゃん墓場で墓場バーで呪われたらしいね。隔離病棟入っちゃったんでしょ。知ってる？墓場で墓場バーで呪われたらしいよ。処置入院だって。お化けが見える。結構ね、なんか怪奇現象起こりまくってたからね。いやね、お化けなんていない、怖くないって言ってたのに。あやこちゃん結構奥まで入ってたからね、一人で。呪われたよ。いや、お化けが見えるっつって規制を発してそのままなんか処置入院。メガネ、老眼鏡でいいのかな。こんなんでいいの？小道具。これ1個買おうか。これと老眼鏡がいっぱいあるな。老眼鏡ばっかりだ。老眼鏡でいいのかな。手はないね。ぼやけて見えねえな。これでいい？大丈夫だった今の。老眼鏡はないね。伊達はない。伊達はないね。大丈夫。じゃあこれ買うわ。あとなんだろう、もう一パターンぐらい買っとくか。ノーマルっぽい。伊達メガネないか。老眼鏡目の大きさ変わっちゃう。でかくなるってこと。4番お願いします。この2つでいっか。伊達メガネこの2つでいきます。で、この2つとあとネクタイか。ネクタイあっかな。
ネクタイ。ありそうだな。ネクタイ。あったあった。どれがいいかな。どれがいいかな。黒ネクタイ一本買っとく。どうしよう。ストライプ。ストライプでいいか。これでいいか。ストライプ。あるもんだろ。3本ぐらい買おうか。この3本買います。あとなんだっけ、すいません、ネクタイがあった。ネクタイ、メガネ、あとはネクタイとメガネ、リップクリームか。縦メガネあると良かったんだけどな。老眼鏡ばっかりだ。すいません、リップクリームってどの辺にありますか。リップクリーム、あそこ、はい、あ、 ありがとうございます。この辺ですね。ありがとうございます。ください。はい。へいしっ。
じゃあドクター M さんの枠集合でいいかな。今から僕あのドクター M さんと合流するんで、ドクター M さんの枠でみんなであのエロコメ書こうよ。それどう？が和道からって書いてください。ドクター M さん放送やってるんで和道からって書いてください。じゃあお疲れ様でした。